人多奪職は、大韓民国の軍人、政治家。朝鮮戦争開戦時の第18連隊長。創始解明による日本名は、石川定吉。1922年4月、全羅南道海南軍に生まれる。1936年、縁吉中学校卒業。1941年、真島特設隊に入隊。不評。 第2連第1排中資班長。1946年2月、第4連隊に入隊し、6月に警備士官学校、第1期卒業、認証医、第3連隊の創設に参加。1948年6月、第6連隊大隊長。1949年3月、第12連隊長。1949年9月、 タイハック山地区戦闘司令部参謀長。1949年11月に第18連隊長。1950年4月、不評学校に入校。朝鮮戦争が勃発すると連隊長に復帰。第18連隊は犠政府方面に投入され、新参をなめる。その後、平沢陳川清州法恩、議場道沿いに地帯行動を展開した。 1950年8月、大佐に昇進。固形、暗号の戦いで優先。1951年2月、第18連隊の配属が、首都師団から第3師団に変更。同年4月、第7師団副師団長。同年6月、第2師団副師団長。1952年9月、第7師団長。順庄に昇進。 1953年8月、憲兵司令官。同年12月、陸軍本部人事局長。1955年、第一師団長。1956年11月、第二師団長。1957年5月、第六軍団長。1958年、国防大学院卒業。1959年6月、 陸軍本部軍需参謀次長。同年10月1日、任意少将、1960年1月、陸軍本部人事参謀副長。1961年、第二軍参謀長、第二訓練所長。1962年2月、任中将、同年3月、第五軍団長。1963年12月、国防部人材次官補。 1965年4月、陸軍参謀次長。1967年4月、合同参謀議長、任大将。1968年8月、予備役編入。同年9月、国防部長官。1971年、第8代国会議員。1973年、第9代国会議員。1974年、死去。 2008年4月28日に民族問題研究所と新日人名辞典編纂委員会が発表した新日人名辞典収録対象者群部門に記載。ありがとうございます。